Hello everyone, I'm Deep Radman Sauki。 久しぶりですね。始まりましたガンバシリーズの最新作実況しますよ。実況久しぶりですな。 このカードを使うんだけど、みんなわかるよね。それぞれ10周年、20周年、40周年、50周年っていう、ね、チームなんですけど、まあアギトは優遇されてる節があるから、フォーゼの方をね使っていきますけど、メテオナデシコフュージョンステイツ来いよということですね。あ、画面が大きいな。ちょっと横向きにしようか。これでどうだ。あ、声もちゃんとガンバライジングから引き継いでるね。すごい素晴らしい。上の画面はこんな感じなんだけど、ちょっとゲームシステムとかね、ちょっと見てないんですよ。初めてなんで。スロットタッチして回せ。おお、なんかちょっといやらしいぞ、動きが。いいのかこれバンされないよなこれ。大丈夫タッチ。これはもう危ないよ。ゲームシステムわかんないんだよ。おお、かっこいい。アイアンマンじゃん。ダブル、なんだ、ウノみたいなカード。あれ、すべてのアイコンですよってことなのか。タッチね。おー、いい。ここもこうか。あれ、もしかして動作、キャラごとに違う？なんか動きが岡本二郎さんっぽいぞ。いや、気のせいか。え、気のせいかな。ライダー出撃ってなんだ。ちょっとゲームシステムわかんないわ。ちょっと撮影の環境上この動きしかできんのですよ。もう許してください。もうちょっといやらしいけど動きが。あ、勝手にタッチしちゃった。あ、イオンマンだ。お、トリプルアタックってことか。スピードバトルとかいうのも分からんしな。どういうゲームシステムなんだろうか。なんかムーブが岡本二郎さんっぽいの。手がパワーやし、ほらスーパーマンの手の動きとか違うんかな。手がグーやろ。あ、なんか専用モーションっぽいぞ。なんだダブルキック。なに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 、どういうシステム。ちょ、マジでわからんわ。しかもスーパーワンと、あ、これ2画面か。必殺技の時だけなんだな。あ、これは共有のムーブっぽいわ。おお、ライダーは。どうなんやろ動き。わからんね。しかもやっぱり武器持ってても素手なんやね。パンチアイコンなんやね。古いか。気持ちいいだろうな。ユーティン。あ、ダメ。あ、ダブルアタックか。あ、スーパーマン。グラフィックはガンマライジングからの流用かな。ダブルか。ダブルアタックか。あ、でもこれガンマライジングと違って、ケツがね、ドアップにならないんで、ちょっと。あ、でも、大丈夫そうや。いや、動きなんか怪しいな。どうなんだろう。あ、葉っぱ分かったよ。おうおう、素晴らしい。必殺技か。あ、選べんのやね。どれで、どのカードで。あ、待てよ。あ、いよ、読んでなかった。アサルトストライク。なんだなんだ。ああ、この動きは、この動きはもう仮面ライダー2号を使ったら何回も見るやつじゃない。ああ、歌流れてるね。
リブデビル流れてる。おお。ムーブあー勝利ポーズは使いましたか。でも ZO だけタッチポーズが違うね。んー、もしかしてネオライダー3兄弟はムーブが1人だけ違うのか。あ、SS ランクや、すげえ。あ、まあ今日初めてのプレイなんですけど、割と早く終わったね。なんかもっと時間かかるかなと思ってたんだけど、レベルも3か。あ、それ引き継ぎとかいろいろあったな。そういえば後でガンバライジング部見とこう。あ、プロフィールのカスタマイズか。一応名前はね、ザ・ソーキットにして、仮面ライダーブルーからザ・ソーキットに変えといたから。これしかないでしょ。あ、なんかかっこいいのがある。エグザムシステムみたいな。あ、これでいいや。一応仮面ライダーブルーのいたところです、入れときましょう。うん、というわけで今日か、あ、ランキング誰か他にプレイしたのかな。レジェンズって、あ、小生が初プレイ、初めてだったんだね君も。ごめんなさい、あのガシマンしてすいません。はい、うん、というわけで、あ、そうだね、一応タッチだからね、これ拭いといた方がいいかもしんないね、あのタッチ画面をね。うん、後で100均にウェットティッシュでも買いに行ってやっとこう。一応カードこれなんですけど、そんなにレアなカードは手に入らんかったね。うん、まあ、あ、それおもちゃスキャンとかどうなんだろうね。まあ、一応このバーコードなんだけど、今のライダーカード、あー、あのあれが、あのこの自分のセーブデータカードはね、バーコードは QR コードなんだけどね。うん、これ、うん、気になるな。もしかしたらアップデートで追加されるかもしれんな、必殺技もな。じゃあ見てくれてありがとうございます、うん、どんどんアップしていくんで、またよろしくお願いしますね。チャオー。